てお話のネタを募集している。よし。これ聞こえているんですかね？よいしょ。なんかね、ツイキャスをやろうと思ったんですよ。なんだろう。ツイキャスって私あんま知らないけど、あんま知らないどころか全く知らないけど、一応コメント欄みたいなやつがあるじゃないですか。だから配信しやすいかなと思ってツイキャスやろうと思ったんだけど、わかんなかった。なんか、ね、動画とか始まっちゃったらめっちゃ怖いなと思ってやめちゃった。なので、ウイの宇宙で皆さん、スペースに付き合っていただけると幸いです。いい感じに聞こえてますよと。ありがとう。私これスペース多分一人だと2回目なんですけど、あれあら、私前回もウイの宇宙でやってるな。全然合わせたつもりはなかったんですけれどね。今日は、何ですか？進捗どうですか？うるせえ。仲のいいチョコ戦にキャスは聞いてもろって。確かになー、チョコ戦なんかキャス詳しかった気にするわ。今ちょっとね、おりませんのでね。そう、昨日チョコ戦とルイちゃんとちょっと喋ったよ。夜ご飯何食べるの？え、何食べよう。この家なんもない。本当はね、今日は配信をしようと思っていたんですけど、私はちょっと前入りしなきゃいけないっていうのと、前入りの前にキャスするのどうなんて感じですけどね。そう、ちょっとね、仕事とかでバタバタしてたんで、軽めのやつでいいかなと思って。打ち込み遅い。片手なの？片手なの？いや、もうマジ両手だったら激早いから。でもほら、スマホ持ってるからさ、片手で打ってんの。チョコ戦スペース中に寝たことあるよ。ちょっと別次元すぎるわ、あの人は。恐ろしすぎる。しぐれうよ、そんなことありませんので。うん。あ、CD 買ってくださっている方がいるー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。君たちがつぶやかないと私はすごい困るんですよ。一人では基本的に喋れないから、すごーく困ってしまうんですよ。うん。寝ていいよ。いや、私だいぶね、だいぶ今日寝ちゃったんだよね。寝ながら、作業しながら、寝ながら、イベントの準備しながら、寝ながらみたいなことしちゃったからね。まだ寝れないけど、そう。明日早いから、早く寝なきゃいけないんですけどね。そう、しぐれういのね、スペースもいいんですけど、キャスの方がいいんじゃないって思ったのは、こう、スペースって参加するとバレるじゃないですか。なんか恥ずかしくない？あ、あいつ今しぐれういのスペース聞いてるぞ、みたいになるじゃん。しかもね、こう、ツイートがコメントになるわけじゃない、基本的に。恥ずかしくない？君たち恥ずかしくない？アットマーク、あ、もうトスいるんだっけ？なんだっけ？なんだろう？トス以外の何かにさ、こう、なんて言えばいいんですか？存在しないアカウントにアットマークつけてつぶやくといいよ。うん。え？好きな靴教えろ。好きな靴って何？好きな靴ってなんだよ。え？ローファーとか？え？私、ヒールのね、高い靴がね、履けないのよ。なんでかっていうと、まあ、ほとんどの確率で靴ずれするからなんだけど。だから私は割と固めの靴をいつも履いているよ。スニーカーは履くのがめんどくさくて履いていないよ。背がね、割と低いんでね、足を伸ばすためにも、ヒールっぽい靴履いてみたいんですけどね。割といつも、低い靴を履いていますわ。おぉ？あ、参加してるの見えないようにできるでって。あ、でもさ、上には出てこうへん。アイコンみたいなやつにさ、出てこうへん。この人見てるな、みたいな。うわ！友達が見てくれてる！ありがとう、見てくれて。見なくていいんだよ。
これ誰が見てるかわかるの恥ずかしいな。私が恥ずかしいわ。なんか、アットマーク〇〇みたいな、一文字だと大体凍結されてるから、何？隠し用のツイートに使えるよって言ってる人いるよ。スニーカー楽では。え？いちいち紐結ぶのめんどくさくない？だから結構、なんだろう、カジュアルな服装に合う靴持ってないんだよな、私。アットマークトスって復活したんじゃなかったっけ？復活してるよね。アットマークトスさん今大量にリプライ来てるんだろうな。これで見れてるんかいの。見れてますよ。うん。アイコン通知しない設定にできる。マジ？マジか。私、なんか VTuber のお友達のこのスペース聞きたくてさ、でもしぐれういが聞いてるってバレるの恥ずかしくてさ、わざわざなんもないアカウント作ったんだけどな。たまに普通にしぐれういの方にアカウント戻しちゃって、あ、見てるなっていう風になっちゃうんだけど。言ってスペースもよくわかんないんだよな。今日は何歩ぐらい歩きましたか。まあ見てるって。ヘイスケア。今日は83歩。うん。そこそこ。鳥もそう言ってますわ。昨日は434歩。うん。ここら辺はね、忙しかったけどね、ずっと家にいたからね。家の作業が。その前はね、リハとかが結構あったからね、いっぱい動いている。8000とか。うん。2桁でそこそこですか。まあ、1桁よりかはマシじゃない？しかも83歩ってさ、実質3桁じゃんね。もうそんなことないか。はい。お。スバルのリスナーさんがおるな。ボーイッシュ全振りのスバルが見てみたいです。ぜひご検討のほどよろしくお願いします。ここでリクエストされるのおもろいな。確かにね、割と可愛い目のやつが多いから、ボーイッシュ目のやつも描いてみたいですね。リハで体鍛えたのにまた弱体化しそうですね。あのですね、リハは体を鍛えるものじゃないんですね。でもライブでは俊敏に動き回るんやろな。うん。正直ね、私はね、今から動きをね、覚えようとしているよ。いや、全部もう覚えてるんだけど、いっぱいやることがあるからさ、一番最初にやることを覚えると、一番最後に覚えたことを忘れるのよ。ちょっと今日は頑張っていろいろ覚えないといけないな。何のことって言ってる人向けに言うと、明日ね、しぐれういにイベントがあるんですよ、実は。実は実は。それのね、前日の配信です、これは。ういちゃんの防犯ブザーをグッズ化してください。いらねすぎる。いらねすぎるし、大人が一斉に防犯ブザー買うの嫌すぎる。最悪だよ。今から覚えるの？違うよ。今から、すり込むの。こう、定着させるの、記憶を。よいしょ。最近のピクミンはどうですか？あ、私、ピクミンブルームというマンポケアプリをしてるんですけど、なんか、3日に1回ぐらいしか開かなくなってしまった。いや、でも3日に1回は開いてんだよね。重いんだよな。ピクミンブルーム。重いんだよな。あと充電食うんだよな。うん。小学生なので防犯ブザー買います。ダウトですね。ツイッターは小学生できませんのでね。ツイッターにも嘘つきおるわ。ペンラ何色で振ればいい？いや、わからんのよね。私もね、わからんのよ。私の色が。結構、
今回イベントするにあたっていろんな方にね、クリエイティブ周りを手伝ってもらったんですけど、なんか、ここの背景色、ウイさんのイメージカラーにしましたって言ってくださってる方が何人かいたんだけど、全員違う色だったから、みんなおのおの違う色を思い浮かべてて、まあそれはそれでいいかって思っている。まあ明日現地で決めよう。こんな適当でいいんですかね。なんか、明日ゲストにね、スバルとワタメちゃんも来てくれるんですけど、その二人が割と黄色めだった気がするんですよね、色が。だから私も黄色になるともう黄色しかおらんやっていう風になるからね、ちょっと考えようかな。おじさんもね、確か緑とかだった気がするんだよ。え、青だったかな？どっちだろう？黄緑か青だった気がするんだよね。なんか似たような色が集まっちゃうなっていう。何色でもいいんですけれども。レインボー、それはもう各々の色じゃん。レインボーって一部分にいろんな色があるからレインボーになるのであって、みんながバラバラの色にしたらそれはレインボーじゃなくてバラバラのサイリウムなんよ。曲ごとにライトの色変えますか？めんどくさくない？いや、もう好きな色振っていいよ。私は歌の人じゃないからもう、おのおので、現地でイメージカラー決めよう。適当すぎるなぁ。いいんですよ。ライブじゃないから。イベントだから。文化祭だから。お遊戯会みたいなもんよ。うん。いいスマホ買って。え、いいスマホですけど。いいスマホって何?iPhone はいいスマホですけど。え、何？音質がクソってこと？それはすいませんね。iPhone ってマイクどこについてんだろうね。ベリ。ベリ。ベリ。おいしょ。外出る準備しよっかな。そろそろ行かないといけないんだよな。全然スペースしてる場合じゃないんだよな。おいしょ。皆さんは今何してんの？たまに見てくださってる方を見ると、ドキドキしちゃうね。知ってる人やって、なっちゃうね。ありがとうございます。来てくださって。こんな、大丈夫ですか？ちょ、無音悲しいね。なんか流す。スペースの悪いとこってそういうとこだよな。よいしょ。無音だと、作業用 BGM にもならないから、ちょっと、奏でてあげるね。いきます。まあ吹けないんですけどね。なんか楽譜あれば吹けるよ、楽譜。そうだ。あ、ちょっと夜にかけるとかは吹けない。ちょ、なんか散歩とかそういうのにしてほしい。え？なんで何してるか言わなきゃいけないんですか？なんか好戦的なやつおるな。いいじゃん。なんか弾きたいよ。なんか弾きたいよ。あ、ピクミン。楽譜。私が今ね、記憶の中で吹けるの、カバラリアリスティカーな感想曲しかないんだよな。来た。